はい、どうもこんにちは、酒井です。笠原です。今日はペットショップ店長である僕が超おすすめする機能性おやつ2選ということで、2つの商品を紹介していきたいと思います。店長がもうどうしてもこの2つ紹介したいっていうので、はい、もう1本今日追加で取ることになってしまったんですけど、そうそうそう、もう1ヶ月前からね、はい、もうどうかどうかとお願いしてようやく実現した企画です、はい、ぜひ最後までご覧いただいて、ぜひねどうだったかコメントいただけたらなと思いますよね。ぜひお願いいたしますでは早速説明していきたいんですけれども、まずはこちらですね、 K9 ナチュラルグリーントライプ。グリーントライプといえばドッグフード解説 G ランディアでもお話ししてますけれども、うん、ちょっとこう食いつきがいいというか、そうそう、はい、野生の肉食動物が、まあ、草食動物を獲物として捉えた時に一番最初に食べるのが胃だと言われてるんですね、まあ、その結果からも見て分かる通り、このグリーントライプっていうのは食いつきがめちゃくちゃいい、というところがまず特徴なんですけれども、それ以外にもいろんないい効果があるんです。トライプっていうのは牛や羊などの反芻動物、まあ、草とかを食べて胃で消化吸収してまた戻してっていうような、それを反芻って言うんですけれども、そういう反芻動物の胃のことをトライプと言います。酵素とかね、乳酸菌とかそういったものが非常に豊富で、まあ、そのワンちゃんの消化や吸収とか、まあ、他の体のいろんな面でいろんな働きを助けてくれるっていうことで非常に有効なんですね。このおやつはね、フリーズドライなので熱を使ってないですから、栄養素をそのまま体に吸収することができますよね。そうそう、それが特徴で、やっぱり加熱をしてしまうと乳酸菌とかね、そういう熱に弱い栄養素っていうのを壊してしまうので、うん、生きた栄養素をそのまま体に吸収できるっていうことはワンちゃんの体にとって大きなメリットになります。まあね、商品自体はこのぐらいの大きさで結構どんな子でも食べやすい感じですよね。そうそう、でサクサクっとした感じのフリーズドライ製品なので、手で簡単にバラバラっと崩したりすることもできますので、うんうん、非常に与えやすいですね、うんうん、ドッグフードの上にかけてもいいですしね、うんうん、ぬるま湯で溶かしてもいいと思いますよね、まあ、あとはそのままおやつとして与えたりっていうのも、うんうんうん、ありだと思います。でこの製品はビーフとラムの2種類あるんですけれども、うん、結構ね面白い特徴がありまして、うんうんうん、まずはこのビーフとラムでこの同じ袋なんですけれども、うんうん、2g 違うんですよ。あ、重さ違うんですか。そう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 、うんうん、で、まあ、なんでっていうのを聞いたら、うん、ビーフの方が脂肪が多い、うん、だから乾燥させた結果、うん、脂肪の方が重いから、うん、同じ傘なんだけれども重さがそのだけ違ってしまう。へー、店長の豆知識ってやつですね。まあそうだね、まあまあ、特に今の知識はいらないっちゃいらないんだけど、2g 重い理由ですね、うんうん、はい、で他にも、うん、ビーフの方が油が豊富なんで、うん、オメガ3脂肪酸とか、うん、そういったものが豊富です。なので皮膚とか紐にはビーフの方がいいよっていうことだったり、うん、油の溶ける温度が違うんですね、うんうん、ビーフは38度で溶ける、うん、ラムは約40度くらいで溶けます、うん、なのでワンちゃんの体温でビーフの方が上手に溶ける消化がいいってことになるんですね、うん、なので老犬とか、うん、まあ、消化に不安があるタイプのワンちゃんにはこのビーフの方がおすすめです。そしてラムは匂いがすごく強いんですよ、うんうんうん、まあ、言ったら臭いんですけど、うんうん、それがワンちゃんの嗜好性をめちゃくちゃ刺激してくれる、うんうんうん、ということで一般的にはお肉の種類的にはビーフの方が食いつきいいって言われていることが多いんだけど、グリーントライプについてはラムの方が食いつきが良くてビーフの方が消化性が高いっていうような特徴になります。なんかイメージと逆ですよね。そうそうそう、僕もねちょっとメーカーさんから話聞くまではちょっと誤解してた部分があったんですけれども、それを聞いてより一層こう皆様にもおすすめしやすくなったなっていうふうに思いますので、ぜひワンちゃんに合った方をね選んでいただければと思います。じゃあ使い方なんですけど、まあ、そのままねおやつとして与えてもいいですし、お水とかぬるま湯でふやかしてそのまま飲ませるっていうのもありですし、あとはねドッグフードにこうパラパラパラってね崩してふりかけみたいな感じで使っていただくのもすごくおすすめです。面白い話があって、うんうんうん、最近巷では、うん、トライプ水っていうのがすごい流行ってるみたいなんですよ。でこのトライプ水っていうのは、うん、単純にそのグリーントライプを、うん、お水にこうバラバラっと潰して振りかけたようなものなんですけれども、これがめちゃくちゃ水飲むんです。だから水分摂取でお悩みの方とかはぜひ試していただけるといいですね。まあまあ手軽だし、なおかつ栄養素も吸収できるっていうのがいいですね。そう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 、で
もう一つ、トライプ水でフードをふやかすっていう実験をしたんですよ。でこれをしたらどうなったかっていうと、ふやけるスピード、それは変わらなかったんですけれども、普通のお水でふやかしたやつはまあ言ったら潰れる、ぐちゃってなるんだけれども、あのトライプ水でふやかしたフードっていうのはバラバラとほぐれるっていうような結果が出たんですね。でこれはなぜかというと、このトライプがあの乳酸菌とかその酵素とかがすごい豊富に入ってるんですけれども、まあ、これが消化を助けてくれるって言われてるんですよ。このトライプ水でふやかしたことで食器の中ですでに消化分解が起こったっていうことになると思うんですね。このトライプっていうのは消化を助けてくれるっていう意味でもすごい効果を発揮してくれます。あのだから老犬とか、あのそういった子にも非常におすすめできる製品なんですね。はい、じゃあ続いてこちらのイティートリーツというおやつになりますけれども、こう見た目がね、まずあの滋賀県のあの人がこうジャケットいいねって言いそうなおやつですよねそうだね、はい、もう見た目がおしゃれなのは間違いないね。で、まあ、見た目がおしゃれだけじゃなくて、こちらのイティっていう商品は、ニュージーランドで作られてるんですけれど、あの食いつきもすごく良くて、まあ、これ6種類あるんですけれども、6つのサプリメントの機能を持たせてあるおやつなんですね。この製品はエアドライ製法というもので作られていまして、これはどんな製法なのかというと、温風を当ててゆっくりと乾燥させていくっていうような、そういった形であの乾燥しております。フリーズドライとはちょっと違うんですかね。そうそうそう、あのフリーズドライは急速冷凍というか、それで水分をバンって抜いてしまうっていうような作り方なんだけど、これは本当に時間をかけて温風でゆっくりと乾燥させていってるんですけれども、それをすることで風味がすごく残るということと、水分量も多く残せるという特徴があって、まあ、そのおかげで食いつき風味がめちゃくちゃいいよっていうことなんですね。まあ、確かにね、フリーズドライの方はかなり水分抜けてる感じしますけど、こっちのエアドライだと結構ね、パッケージの外から見るだけでも、あ、水分ちょっと残ってそうだなって感じですね。そうそうそう、で、なんていうかジューシーって言えばいいのかな、そういった感じの製品になってまして、でこれ僕食べたことあるんですけど、まあ、あの本当に、噛めば、あの肉汁が出るくらいの、そんなイメージです。味はね、そんなには美味しくない、あ、本当ですか。人間が食べるにはちょっとっていう感じではあったけど、ワンちゃんはかなり喜ぶはずです。ただね、水分量が比較的多めになってくるので、保存はちょっとあの長い時間は難しいんですよ。できれば常温だったら1週間、冷蔵庫に入れてもあの30日まででは食べきっていただきたいです。冷蔵庫で保管する場合は結露とかは少し気をつけていただきたいですね。そうだね、あのどうしても結露とかしちゃうとカビたりとかね、そういったことがあるので、そこはちょっと飼い主様よく見ながらワンちゃんに与えていただきたいです。でまずね、これ6種類あるということなんですけど、この左側というかこの4種類は凝縮という名前が最初についていて、こっちはねビーフジャーキー、ラムジャーキーっていう種類なんですけど、4種類のこのベニソン、ラム、チキン、ビーフ、この4種類、凝縮とこの2種類っていうのはどういう違いがあるんですか。凝縮っていうのは、あの脂肪分を根こそぎカットしてるっていうような見方なんですね。そうなんですね、はい、なのでこっちの凝縮については脂肪分がまあ 2% から 4% くらい、でこっちの普通のラムジャーキー、ビーフジャーキーについては脂肪分が 20% から 25% ほどあります。全然違うんですね。かなり違います。でそう考えると、じゃあこっちの方が食いつきいいのかなって思っちゃうと思うんですけど、あの先ほどのエアドライ製法とかそういったところで食いつきもこちらの低脂肪であってもいいっていうところは、あのこちらの商品のポイントですね。まあ、でもね、飼い主さんとしては食いつきがいいんであれば脂肪分が多いよりは低脂肪の方が多分嬉しい方多いんじゃないかなと思いますけどね。なのでうちの店でもやっぱりこっちの方が人気ありますね。で最初にね、店長も言ってくださいましたけど、こうそれぞれにサプリメント成分が入ってるっていうところがやっぱり特徴ですよね。そう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 、内容物すべて説明するとかなり長くなってしまいますので、まあ、端的に代表的な中身だけあの皆様に紹介していきたいと思います。でまずこちらの凝縮カットチキン、口腔ケア、こちらには皆さんご存知だと思うんですけれども、マヌカハニーが入っています。このマヌカハニーで、口腔ケアをしていきましょうっていうような商品ですね、はい、でこちらの商品が凝縮カットラム、肝機能ケア、こ
こちらにはアワビが入ってます、うんうんうん、皆さん大好きアワビ、独特ですよね、アワビ。そう、アワビ入ってるおやつはあんまり聞いたことないんですけど、うんうんうん、このアワビっていうのが、漢方薬としても非常に重宝されてまして、これがの肝臓機能にすごくいい働きをしてくれます。でこちらは凝縮カットベニソンエイジングケアです。皆さん大好き鹿肉ですね。そうそうそう、はい、でこれはエイジングケアなんで、シニアケアっていうことになるんですけれども、これはあのキウイ、キウイフルーツですね、これがめちゃくちゃ抗酸化成分が高くて、老化に対抗してくれますっていうことで使っております。あとね、鹿肉自体もやっぱ栄養バランスいいですから、特に老犬おすすめですもんね。そうだね、はい、でこちらの商品が凝縮カットビーフ腸内ケアになります。でこちらにはリンゴ酢が入っておりまして、このリンゴ酢っていうのが整腸作用が非常に高くて、インスリンの抑制とかもしてくれるっていうことで、非常に効果が高いです。最近ね、結構ワンちゃんの糖尿病も効きますからね。そうだね、それで困ってる方も多いんで、このサプリと言わずにそういう酢ですよね、そういったものが割とそこに効果的に働いてくれるっていうことになりますので、もしよかったらお試しください。はい、でこちらがビーフジャーキー股関節ケアです。でこちらには緑以外、という貝が入ってまして、これがグルコサミンやコンドロイチンが非常に豊富で、関節の働きを助けてくれます。はい、でこちらがラムジャーキー皮膚皮毛ケアです。でこちらにはシカパウダーというのが入ってまして、こちらが漢方としても非常に皮膚皮毛について有用って言われてるんですけれども、こちらを豊富に含んだおやつになっています。はい、ということで今日は僕がめちゃくちゃおすすめする機能性おやつ2選ということでご紹介させていただきました。皆さんいかがでしたでしょうかね。店長の熱いプレゼンがちゃんと皆さんに届いたでしょうか。そうね、多分ね3割増しくらいでは届いたのかな。3割増し、ね、3割増し、はい、本当に面白い製品なのでぜひ一度お試しください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。めっちゃ早くない？いや、これちょっと今ちょっと俺もどうやったっけ、笠原くんいつもどのタイミングで入ってたっけみたいな。じゃあもう一回いきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに店長の大好きなおやつって何ですか？やっぱりね、アルフォートかな。あ、そっか、アルフォート大好きだって言ってましたね。アルフォートが好きなのよ、お店に置いてあるアルフォートの半分は多分、私がいただいているんじゃないかなと。内緒ですよ、内緒。みんなには内緒です。ここで話してる時点で内緒にならないですけど。うちのスタッフにはちょっとね、内緒の方向でお願いいたします。